私は佐藤美智子、スパルタンレーサーです。2人の男の子の子育てをしながらジムでトレーナーの仕事をしています。これが私のストーリーです。朝は子供たちと一緒に外に出て広場で一緒に遊んだり体を動かしたりして学校に行くのを見送っています。家族の存在が頑張り続けられる要因になっていると思います。日頃の環境でできることも多いので少しの時間だけでもトレーニングを取り入れるようになって健康的な生活に変わったと思います。私が運動する一番の理由はメンタルの面だと思っていて、レースに出て自分の弱点を知ることによって自分の苦手な種目に積極的に挑戦できるようになったり、いつも自分の限界を超えるようにしています。自分に厳しくいることで人に優しくなれることもあります。私はスパルタンレースのオフィシャルコーチの資格を持っています。スパルタンレースで好成績を残せたことは自分のような40代の主婦の方にも影響を与えられるきっかけになったと思います。次に行われる仙台レースはアジアで初めてのスタジアムを会場にしたレースになっています。自分の力を信じて自分のベストを常に出していきたいです。